こんにちは、ナビゲーターの足崎真奈です。いよいよ本格的な夏が近づいてきましたね。暑さや気温の変化で食欲が落ちたりしていませんか？暑い日が続くと冷たいものが恋しくなりますよね。足崎さん、こんにちは。ナレーターの山田博です。突然ですが、今回は冷たいものがキーワードということで、丸の中に漢字を1文字入れて、レイのつく言葉を10秒間にいくつ答えられるか挑戦してください。それではいきますよ。よーい、スタート。冷麺、冷製、冷凍、冷却、冷蔵庫、冷蔵、冷製10秒あっという間ですね。もう山田さんがいきなりクイズ出すから変な汗、冷や汗かいちゃいましたよ。今回はクイズではなくて、暑い夏に食べたいひんやりグルメをナビゲートします。あの熱々グルメがまさかのひんやりに、旬が詰まった新感覚グルメ。中華街でいただく知る人ぞ知る冷たい麺、こだわりの自家製麺に注目。横浜名物のスイーツもひんやりバージョン、美味しく食べて暑い夏に備えましょう。新市庁舎1階のアトリウムで初の横浜市民広間演奏会が、新型コロナウイルス感染症対策を行った上開催されました。横浜市民広間演奏会は旧市役所の市民広間で半世紀以上にわたって行われてきて、新市庁舎でも引き続き開催されることになりました。今後も定期的にクラシック音楽を中心とした演奏会を開催します。浜ナビ、今回は横浜でいただけるひんやりと美味しい夏の限定グルメをナビゲート。横浜駅の西口5番街にやってきました。まず最初にご紹介するのは、ひんやりというイメージではないちょっと意外な夏グルメです。やってきたのは横浜駅西口から歩いて1分、横浜ガーデンファーム横浜駅前店。本格的なブランド野菜とこだわりのチーズフォンデュが楽しめるチーズダイニングです。あのチーズフォンデュというと、はい、こう熱々で、はい、どちらかというとこうほっこり温まる料理のイメージがあるんですけど、はい、夏のメニューがあるんですか？そうですね、一応当店では6月から、9月末まで冷製チーズフォンデュ、冷たくても伸びるチーズフォンデュと、あと旨辛チーズフォンデュですね、ザクザク食感の旨辛ソースを使ったチーズソース2種類ご用意してますね。いや両方気になるんですけど、はい、なんといっても冷たいチーズフォンデュ、はい、って私初めて聞きました。そうですね、ありがとうございます、一応この夏に向けて当店が、試行錯誤を繰り返して開発したおすすめの夏メニューとなっております。じゃあ今日はそれをいただきたいと思います、はい、お願いします。かしこまりました。確かにどちらのチーズフォンデュも気になりますね。お待たせいたしました、冷製チーズフォンデュです。わー、綺麗、真っ白、なんかちょっとプルプルしてる感じがありますけど、はい、あ、本当に火がない、はい、下に。そうです、冷製なので冷たいからこのままでいいってことですね。そうですね、そのままお召し上がりいただけます、ね、こちらがこの夏限定の冷たいチーズフォンデュです。若鶏のフリットやフライドシュリンプ、そして産地直送の野菜パフェとバゲットなどがセットになっています。これ、はい、試行錯誤を繰り返して開発されたということですけれども、はい、冷たいのにちゃんととろっとしてるんですか？そうですね、通常のチーズフォンデュソースより、はい、モッツァレラチーズの分量を多めに入れておりますので、はい、冷たくても伸びる食感を再現させていただいてます。これ表面ちょっとこう、はい、泡がありますけど、はい、これはどういうことなんですか？こちらの上の泡が冷たいエスプーマという泡を使ってまして、ちょっとほのかに甘い泡なんですけど、それとチーズソースかけ混ぜていただいてお召し上がりいただくのが美味しい食べ方になります。ではいただいてもよろしいでしょうか？はい、お召し上がりください。マスクを外させていただいて、はい、では自慢のお野菜でまずはいただいてみたいと思います。お召し上がりください。これ表面は本当に泡ですけど、下にちゃんとチーズが、はい、いただきます。
新食感、もっとクリームっぽいのかなと思いきや、はい、ちゃんとコクのある美味しいチーズ、はいはい、あでもどこか結構爽やかで、やっぱ冷たいからですかね。そうですね、すごくすっきりと、ね、すっきり食べていただけるので、ね、はい、夏にぴったりの商品だと思います。あの聞いた話なんですけど、今そのチーズにも旬があって、はいはい、今の季節はモッツァレラチーズが旬なんですか。はい、そうですね、夏がもう旬になるので、なので旬のお野菜と旬のチーズで合わせて食べていただくという商品になってます。最高ですね。はい、いやでもこの冷たいチーズフォンデュ本当に新食感ですっごく美味しかったんですけど、はい、もうこれがここまで美味しいと、もう一つの旨辛でしたっけ、はい、チーズフォンデュ、はい、そっちも気になるんですよね。そんなに気になるなら注文しちゃいましょう。こちらがもう一つの夏限定メニュー、旨辛チーズフォンデュです。これは見るからにも熱々、はい、辛そうですね。そうですね、すごい香りもねツンとくるんですよ。そうですね、スパイシーな香りが、ここ、はいはい、これ上に乗ってるの何ですか。はい、そちらがですね、旨辛シーズニングといって、はい、ザクザクの食感を楽しめる辛い、まあ、粉というかそういったものになってますね。へー、でもちろん、はい、この下にはチーズソースが、はい、隠れております。おお、あ、いました、いました、熱々じゃあちょっといただいてみますね。はい、エビ、あーすごいたっぷりつきますね。はい、うん、あ、うん、結構辛い。あ、本当ですか。うん、でもこのいい刺激になって、うん、このチーズの美味しさをさらに引き立ててる。夏といえばもう辛いものなので、うん、まあ、それを目指して開発したものになりますので、うん、でまたこの食感も、はい、エビももちろんプリッと揚がってるんですけど、このサックサクのピリ辛シーズニングがいいですね。はい、そうですね、食感がすごく楽しくなるので、はい、この冷たいチーズフォンデュと旨辛と両方あってどちらが人気ですか。はい、そうですね、お客様的にはやはり旨辛の方が、はい、注文される方は刺激的な方、そうですね、はい、ちなみに西村さんはどちらがお好きですか。はい、私はもうもちろん冷製のチーズフォンデュ。お、意外と、いや、そうですねなんかこれ交互に食べたくなりますね。そうですね、それがいいかもしれないです横浜駅前店ではランチタイムでも冷たいチーズフォンデュと旨辛チーズフォンデュを注文することができます。あなたはどっち派？グルメといったら外せない横浜中華街にやってきました。中国料理でひんやりといえばやっぱりあれですよね。中華街ってお店がとにかくたくさんあるので迷っちゃいますよね。あそこに上海料理のお店があるんですよ。上海市と横浜市は友好都市でもありますから、今回はあのお店にしましょうか。で、こっち側に同じ名前の製麺所がありますね。万来亭は戦前から3代続く老舗の製麺所が営む上海料理のお店。まずは製麺所に伺ってみましょう。こんにちは。あのこちらって一般の人も購入できるんですか。大丈夫ですよ。どんな麺の種類があるんですか。いろいろな、これ今までは3種類あるな。3種類、はい、この真ん中は白打ち麺。平打ち麺、はい、これってどんな料理に合いますか。うちはね、あの海鮮焼きそば使いますから、はい、そっか、もう料理ごとに合う麺があるんですね。うん、そう、いろいろね、これはちょっと縮れてますね。縮れ麺ね、うん、これはどんな料理に合いますか。これはどっちも大丈夫ですよ。これいつもうち使ってる食べてるやつ。これ冷やし中華もこの麺ですか。これ麺です、ストレートね。今冷やし中華って万来亭さんのお店で食べられますか。あ、食べますよ。わ、はい、やった。どうぞ。で、うちはね、上海料理から、はい、で冷やし中華を拌麺で言うの。え、上海料理では冷やし中華を拌麺って言うんですか。拌麺で言うの。気になる、ちょっと行ってみますね。はい、どうぞ。ありがとうございます。
万来亭さんおすすめの冷やし麺バンメンとはどんな料理なんでしょう。メニューにはチャーシューネギ入り冷やしあえ麺と書いてあります。作り方は至ってシンプル。さっと茹でた細麺を水で冷やして盛り付けます。そこへ熱した油を通したネギと自家製チャーシューをたっぷり乗せてごまだれをかければ拌麺の完成です。お待たせしました。拌麺です。 ありがとうございます。よくあえてください。よくあえてくれる、はいはい。ちょっと混ぜる前に、これ具はチャーシューとネギですか？はい、そう、それだけです。シンプルに。これが拌麺。拌麺です。拌は、ま、あの、あえる。中国であえるっていう意味です。拌麺の拌があえるっていう意味があるんですね。そうですね。はい。早速、どうぞ。よくあえる、はい、混ぜるのが大事。下にタレがある。あ、本当だ。ごまだれ。お、結構ボリュームたっぷり。さあ、これぐらいよく混ぜました。ちょっとマスクを外していただきたいと思います。いやもうすごいね、いい香りがしてるんですよ。いただきます。うん、このさらっとしたこのごまだれが結構あっさりしていて、ごまの風味も感じられるんですけど、ちょっと酸味もあって、これ食が進む味ね。なんといってもこの麺、細麺ですね。すんごくこの美味しいタレがよく絡んでいて、でつるっとした食感とコシが強い、喉越しがいい。いや、バンメン美味しいですね。夏にはもうぴったりの、ね、さっぱりしていて結構食もね、うん、進みますし、ランチだともうこれしかもう出てこない感じの時もある。ああ、そうですか。やっぱり夏の人気メニュー。そうですね。うん、これ秋冬になるとあったかいのもあります。あ、あったかい拌麺があるんですか。そうです。どんな湯気が出てる感じ。ちょっと想像つかないけど食べてみたいですね。足崎さん、そんなに気になるならこちらでもまた注文しちゃいましょう。ということで、温かい拌麺もいただいちゃいます。こちらが温かい拌麺です。あの、具材だったり見た目はね、さっきの冷たい拌麺と変わりませんけれども、ほんのり湯気も出て美味しそうですね。ではしっかり混ぜたのでいただきたいと思います。お、湯気が立って、うん、あ、これ温かいとまた違う美味しさですね。結構よりごまの風味が強くなるというか、ってます ね, ね。でしっかりとこの、まあ、先ほどの冷たいのも麺に絡んではいたんですけど、この温かい方はまたこの美味しいタレを麺がよく吸って、うん、あ、これはこれですごく美味しい。ありがとうございます。うん、ちょっとこのネギもしっとりとしてまた違う美味しさになりますね、うん、はい。うーん、これどっちも美味しいですけど、はい、エミさんどっちが好きですか？私あったかい方が好きです。なんかバーッと食べれる。なるほど。いや、でもこれ両方違う美味しさですから、うん、こうね、交互に食べても飽きない感じがします。あ、そうですね。でもこれ作り方としては普通に家庭でも作れるんですか？そう、茹でて、はい、もう切って、はい、乗せるだけ。ちゃちゃちゃと。シンプル。シンプルで。エミさんも自分で作ったりします？自分で作って出したりもしてます。今。そうなんですか。今回ご紹介したのは一品料理の拌麺。平日のランチタイムにはチャーシューの代わりに肉味噌を盛り付けた拌麺もいただけます。こちらもおすすめです。知る人ぞ知る万来亭の拌麺、麺にこだわり100年以上続く老舗の味をぜひどうぞ。チーズフォンデュに拌麺とお料理をご紹介しましたので、続いては美味しいひんやりスイーツを探しに行きましょう。
ひんやりスイーツを求めてやってきたのは、横浜土産の定番、横浜ハーバーでおなじみの有明本館ハーバーズムーン。横浜にちなんだ華やかなスイーツが並び、ほっとくつろげるカフェも併設しています。失礼します。まずは消毒ですね、しっかりとして。そして有明といえばやっぱりハーバー、いろんな味が並んでますね。横浜001でもありますからね。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。もうおなじみの商品がたくさん並んでいますけれども、このガストビスキーって初めて見ました。はい、こちら新商品でして、はい、バターと練乳の風味豊かなお味が楽しんでいただけるガストのビスキーとなっております。へえ、はい、ガストが描かれてるんですね。はい、5種類ですね、ガストが描かれております。あ、本当だ。はい、あ、これ横浜土産にもいいですね。そうですね、ぜひ。はい、で奥にも気になるものがあるんですよ、はい、これ、はい、こちらも新商品でして、はい、ムーンガレットというものなんですけれども、日本伝統の餅とガレット、西洋菓子のですねを組み合わせて、できた新食感のソフトクッキーとなっております。お餅？はい、お餅がイメージされてるんですか？そうなんです、ちょっともちっとするような面白い食感がします。へ、はい、じゃあ今この2種類が新商品なんですね。はい、今日はひんやりスイーツを探しているんですが、何かおすすめありますか？はい、はい、おすすめはこちらの期間限定の馬車道アイスクリーンハーバーですね。アイスクリーンハーバー、はい、これはどういうお菓子なんですか？はい、こちらですね、ひんやり冷たい夏のハーバーというふうに、させていただいておりまして、2時間ほどですね冷凍庫か冷蔵庫で冷やしていただくのが一番よろしいかと思います。うわー、夏にぴったりですね。はい、美味しそう。これってこちらのカフェで食べられるんですか？はい、お召し上がりいただけます。冷やしてあるものをいただけるんですか？はい、そうですね、冷蔵ですがご用意ございますので、はい、そうなんですか。じゃあ冷凍の場合はそうです、ね、買って、はい、ご自宅で冷凍すればいいんですね。はい、他にもこうカフェでいただけるひんやりスイーツありますか？はい、ご用意ございます、こちらですね。はい、します。こちらです、ケースの中に、はい、クリームイン生ハーバーというものでございます。生ハーバー、はい、普通の焼き菓子とは違いまして、ちょっとこうふわふわしたスポンジ生地の中にカスタードクリームが入っているような、はい、お菓子でございます。美味しそう。これお味は5種類ですか？はい、5種類でございまして、こちら側からチョコ、レモン、マロン、イチゴ、抹茶となっております。うわー、迷いますね。クリームイン生ハーバーは冷蔵保存のため、ご覧の直営店のみで販売されています。芦崎さんはカフェでレモン味をいただきます。では気になるひんやりスイーツ生ハーバーを用意していただきました。美味しそうですね。じゃあちょっとマスクを外していただいてみたいと思います。よいしょ。あ、すごい、ふんわり柔らかい。いただきます。うん、あ、すごい、これレモンの風味が爽やか。もうふわふわのスポンジ生地なんですけど、甘さ控えめで、このコーティングされているレモンのチョコレート、あと中のクリームにもレモン入ってるのかな、そのね酸味を、爽やかさを引き立ててます。うーん、あ、おいしい。すごくねさっぱりしてる、でひんやり。いや、これ夏に最高ですね。生ハーバー、新しい美味しさです。でもこれ先ほど丸橋さんがおっしゃっていたアイスクリーンハーバーを凍らせたものも気になりますね。芦崎さん、今回はこれで3回目です。気になるなら注文した、いや、この場合は冷やしたものと特別に凍らせたもの両方をお願いしてみましょう。
はい、では今日は特別に凍らせたものもご用意してございます。お召し上がりくださいませ。ありがとうございます。じゃあまずは冷蔵のものから。こちらが冷蔵でよろしいですか。はい、いただいてみたいと思います。うん、バニラの甘さが口いっぱいに広がりますね。はい、おいしい。あの普通のハーバーよりも冷やすことですごくこのあんが滑らかにしっとり感じられますね。そうなんですよ。ひんやりしてなおさらおいしく召し上がっていただけます。はい、そう、これも冷蔵でも十分ひんやりでおいしいんですが、はい、気になるのが冷凍ですよね。はい、見た目にはそんなに、そうですね、あまり変わりはないですが、はい、いただきます。うん、うん、ひんやり。あ、凍らせることでこのあんがアイスクリームのような食感になりますね。そうなんですよ、不思議。この冷蔵も冷凍も本当にどちらも違った美味しさがあるんですが、はい、ちなみに丸橋さんはどちらがお好きですか。私はもちろん冷やして召し上がっていただくのも好きなんですけれども、常温が意外と好きだったりします。なんとそのまま食べてもいいですもんね。そっか、わあ、それ今日食べてないけどちょっと今度食べてみたいと思います。お時間があれば。期間限定の馬車道アイスクリーンハーバー、冷やして凍らせてそのままでお好みでどうぞ。去年の11月に浜のメディア特集で西区戸部町の情報を発信するフリーペーパーを作った女子高生渡辺えりかさんをご紹介しましたが、その渡辺さんからお便りが届きました。芦崎さん、お久しぶりです。去年は大変お世話になりました。おかげさまでフリーペーパーの存在が広まり、私の活動を共に協力してくれる方が増えました。今回は弟と一緒に第2弾を作成しました。第2弾は地球環境問題をテーマにしています。今私たちが日常の中でできることを手遅れになる前に取り組んでほしくて作成しました。また戸部の街のカフェやスイーツなど話題のお店も掲載しておりますので、ぜひ手に取ってみてくださいという情報をいただきまして、こちらがそのフリーペーパーの第2弾ですね。あの第1弾を作った時も渡辺さん受験を控えていて自分のことで忙しい時期にもかかわらず地域を盛り上げようとフリーペーパーを作成していて、で今回大学に進学して環境が変わったにもかかわらずしっかりと浜ナビで宣言した通り第2弾を作成してくれました。その行動力素晴らしいですよね。今回はご自身が興味を持っているという環境問題についても触れられていますので、皆さんもぜひ読んでみてください。このように浜ナビで以前取材させていただいた皆さんからの新しい情報もお待ちしております。さて浜ナビでは来月8月15日の放送で横浜駅とみなとみらいエリアを特集いたします。新しい商業施設や観光スポットも次々に誕生していますよね。皆さんが知りたい横浜駅みなとみらいエリアの情報、また知っている情報などどしどしお寄せください。情報をいただいた方には抽選でこちらの番組特製クリアファイルをプレゼントします。今回は暑い夏に食べたいひんやりグルメをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ここ数ヶ月なかなか外で食事をしたりお茶をしたりということがなかったと思うんですが、今は各お店がしっかりと感染防止の対策を取ってくれていて安心して利用できるなと感じました。そしてご紹介したひんやりグルメ、中には温かいものもありましたが、どれも本当に美味しかったです。これからますます暑くなると思いますが、横浜の美味しいひんやりグルメを食べて元気にこの夏を過ごしましょう。